6号艇牧浩二選手にお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、準優勝戦は差し迫った1マークだったんですが、はい、船橋振り返っていかがでしたか？そうですね、前半レースちょっと慌ててペラ叩いて失敗しちゃったんで、元戻したらやっぱりいい感じに仕上がってました。はい、ちなみに特徴はありますか？伸び以外は大体来てる感じですね。伸びだけがどうしてもなんか来ない感じで、はい、その伸びは優勝戦向けて求めていかれますか？いや、プロペラがあんまり上手くないんで、もう今現状の足がもうレースしやすいんで、このまま行きたいと思います。はい、現状の船足は優勝戦メンバーの中でももう十分いい足と言えますか？いいと思います。はい、はい、6号艇となったんですが、コース取りからそしてレースイメージはいかがでしょう？まあ、前付けとかあんましないんで、まあ、おとなしくそのまま外から行きたいと思います。はい、はい、スタートなんですが、今節見え方はいかがでしょうか？ ある程度見えてます。はい、さあ、大村は過去優勝もされていまして、その時も6号艇、ね、はい、6コースからまくり出したんですが、そうですね、はい、イメージはいいですか？そうですね、はい、はい、さあ、それでは、また明日も優勝に向けて、ファンの方に向けてもう一言メッセージお願いします。はい、明日は全速で1マルぐらい決めて、しっかりまくり出し狙って空いてるところ行きたいと思いますので、声援よろしくお願いします。